青葉の頃という曲を聴いてください。誰かと誰かの触れそうなベッドでの隙間つけるのは僕と君とのおかげです。重なり合わずに離れてた壊れちゃいそうな青空を
ずつ意味を知った言葉、引っ掛けてはまた飲み込んで、気づけば大人になっていた。あれからいくつも恋をして、それ